はい、ひとつきまんさしみです。本日はですね、ジャニーズ事務所、えー、こちらの問題について語っていきたいと思うんですが、えー、この SnowMan のラウールさん個人事務所設立というふうに書かれている日刊スポーツの記事の中にですねえこれ本当だったら衝撃の話がのあ書いてあってです、ね、で、すねこれがもし本当であればえもしかして10月2日の記者会見 嘘ついてたのあるいは方針転換したの東山さんとかがね、えー。っていう話をですねちょっと本間さんとしていきたいと思います。まあ本間さんはですね博報堂時代に t o とお仕事したこともあってでジャニーズ事務所のね記者会見にも2回行ってあの名誉 NG 賞をもらっている本間さんなんですが、まあ、この本間さんとずっと話をしているこのジャニーズ問題なんですけどもちょっとですねこの SnowMan ラウル個人事務所設立。 の記事の中に大変な違和感を感じる一文がありまして、真実であれば相当な方針転換というふうに思っております。えー、本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、えー、このね、スノーマン・ラウールが個人事務所設立、旧ジャニーズが立ち上げる新会社と契約見込みって書いてあってですね、このスノーマンというのは何かというと、 あのーまあ、男性グループなんですよね。えー、とね1、2、3、4、5、6、7、8、9。結構多い。これです。これです。結構多い。で、この中のラウールさんっていう人がいるんですよ。<う>はいで,<う>で、この,の SnowMan は、まあ、結構なあの人気のグループでですね、どちらかというとあのうちのコメントとかでもなんかダンスが上手いとかね、まあ、結構実力派っぽいのかななんか分からんけど。 あのそういうい人たちなんでですよでこの記事ちょっと短いんですけど非常に重要だなと思ったのがまず SnowMan のラウールが個人事務所を立ち上げていたことが明らかになった23日明らかになり、うん、会社名は株式会社ラウールとみられる所属するスマイルアップ旧ジャニーズ事務所は今月新しいエージェント会社を設立すると発表しており希望するタレントは新会社に移籍しマネジメント契約かエージェント契約か選択する。 関係者によると、うん、ラウールに対処の意思はなく新会社と契約する見込みというふうに書いてあるんですよね。で SnowMan では、えー、他のメンバーの阿部さんや佐久間さんや渡辺さんが個人事務所を設立しているまた、えー、グループは大晦日に YouTube ライブを生配信すると発表していると書いているんですが重要なポイントはですね、この2段落目に書いてあるんですけどもスマイルアップは。 今月新しいエージェント会社を設立すると発表しており希望するタレントは全員新会社に移籍しマネジメント契約かエージェント契約か選択するここです希望するタレントは新会社に移籍し、うん、マネジメント契約かエージェント契約か選択するおいちょっと待ていちょっと待ていっていうここだよここここ、うん、記者会見では エージェント会社や言うてたやんマネジメント契約のせいでいろいろと問題が起きて、うんまあ、ウルトラ搾取だったり、まあ、あのお前ジャニーズ事務所辞めるんやったら芸能界では生きていけまへんでとかっていう狂権を発動するからこの抱え込めマネジメント契約はやめてエージェント契約に変えますそういう話だったんですよそれなのに、うん、希望するタレントは 全員新会社に意識しマネジメント契約エージェント契約が選択するおこれじゃあエージェントかマネジメント選べますよっていう話は一切出てないのにもしそういう話に切り替わってたんだったら、うん、でしかも今これジュニアの子たちが確か命の会社で教育されてるんですよねまだ。 でその人たちがまたマネジメントっていう形になっマネジメント契約になっちゃうとまたジャニー喜多みたいなのと同じことやるのってこれ大きな変更だけど日刊スポーツがもし本当にこれ裏取ってこう書いてるんだったらあれなんか聞いてた話と違うじゃんドラとねおいって思ったんですけど本間さんどうでしょうかうんあのー、そうサクッサクッと書いてあるの,のサクッと書いてるけどおかしいだろこれって。 あのー、要するに知らない人がいるとああ<ー>そうなんだへえで終わる文章ですよ終わる話なんだけど<お>割とやっぱりずーっとこの問題を追,い追ってきた人間からすると、うん、おおい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 っていう、ね、おいおお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  マネジメントと、あと、なんだろエージェント。エージェントの違いは、何かって一言で言えば、丸がかいかそうじゃないかっていう。丸がかえか、落ちる落ちるあの、丸がかいっていうのは、要するに事務所丸がかいかどうかっていう。その丸がかいっていうのはもうとにかく給料の払払いもそうだけど、 えー、給料の払いの計算とかなんとかも全部事務所に任せだし、うんあのー、新しいお仕事を取ってくるのも事務所任せだし、うん、スケジュール組むのもまあのー。 事務所任せるし、はい、全部もう全部丸がかえあとなんかあのー、えー、女の子とチュチュチュっていうことが発覚しても「あっすいません事務所通してください」とかっていうふうに言えるしネッ、ね、シュークリームとか「ええー、って投げてる動画とかあって炎上しても「あっすいません事務所お願いします」とか言えるのがマネジメントですその代わりピンハネスが78割あってですねすごく搾取されるんですよそうそう,そう守ってもらう代わりに、まあのー、まあかなり搾取されると そう,ね、そういう形です。で、えー、っと、日本の芸能事務所って、そういうパターンが、うん、あのー、もう非常に多い。多分ん7、8割はそうだろう。うん、だから、それはジャニーズ事務所に限ったことではないんだよね、うん、別に。うん、だけど、やっぱり海外なんかだと逆で、うん、マネジメントでも全部お任せしてるっていう方が実は少ない。うん、そうですねね。 でえっとその逆っていうのは結局、仕事を取ってくる際の活動であるとか、うん、新しい仕事だよね、うん、スケジュール管理であるとか、うん、あと、そのもし何か問題が起こった時の対処であるとかっていうのを、うん、全部自分でやんなきゃいけない。うん、だからこの SnowMan の彼も、うん、自分で事務所を作ったということは、そういうリスクは自分で背負いますよ。 つこことなんだよねのラウールさんだけど、はい、あのー、まあ一番彼らが心配するのはあのー、やっぱりそういう何か女といたとかしけこんだとか、あのーえっと、許可を得ないでやったとかそういう話、うん、でうんとじゃあ彼が自分の事務所でそれに対処できるかって言ったら、うんうん、まあほぼできない。そうね えっとまあ、もうあのそのメディアがぶわっと走ってきたら、うん、まあまあほぼ火だるま状態になっちゃう,うん、うん、で仕事も全部ぶっ飛ぶと、うん、っていうのをあの彼らは一番恐れるわけで,、うん、でそこの火消しを事務所にマネジメント全部お願いしていればなんとかしてもらえるっていう。うん、だけどさっき清水さんも言ったけど。うん まあ、大体給料的には、出来高7割、8割ぐらいは持っていかれるっていう、搾取状態にあるんで、うん、まあそれが許せないという人は自分で事務所を作るっていう感じなんだよね。うん、だから、このラウルさんっていうのは、たぶ迷ったであろうけれども、うん、まあそこを、えー、自分でなんとかするというのを選んだっていうことなんだ、うん、で じゃあ、ラウルさんは、まあ、自分で事務所作ったけど、うん、エージェント契約にするって言ったけど、うん、えー、他の人は残る。うん、まあ、ほの人っていうか、残る人もいれば残らない人もいるっていう中で、でも、俺たちが聞いていたのは、とにかくマネージメント会社じゃなくなるんだって言うたはりましたよ9月の会見でも言っていたわけでね。うん、で、うん、なんか 何10月の2日の会見ではあのそれもエージェント会社を立ち上げるんだとで東山さんは保証会社とエージェント会社両方の社長やるんだっていうふうに言っといて、うん、ああすまへんやっぱ無理ですわーっていうふうにこうあの新エージェント会社の方をやめて、うん、でっていう話あれっったどこ行った、うん、これじゃあね俺ねねでもね これはだからエージェント会社に全部切り替えるって言ってもあまあ前もそういえば話したような気がするけど、うん、今まで完全にマネージメントに頼ってきただって何百人ってやっぱりタレントはいるわけじゃない、うん、でその人たちが一気に全部エージェント契約にするのは大変だよねっていう話したと思うした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 ほんまにやるんかいなって、ね、そうそうそう無理やでえれ俺はちょっときついっていうのはうーんと エージェント契約を結んでマネジメントからエージェント契約にするということは、まあ、もちろんいろんな契約の仕方あるけれども、うん、基本的にはじゃあマネージャーだってさ、うん、今までジャニーズ事務所に派遣してもらってたマネージャーはそこから引っこ抜いて自分のところにでも置かない限り、うん、えっとエージェント契約の場合は自分で雇わなきゃならなくなるわけね。 で、その人の人件費は自分の事務所で払うことになるわけで、うん、それはさ、うーん、やったことがあるかないかでもだいぶ差があるし、うん、もちろん、うーんと、1ヶ月いくらの給料をもらってるのかにも当然いるわけで、うんうん、そこのところって、じゃあ、うん、すごく若い人たち、うん、あの、だからもう、もう、有名な連中は、まあ別にどうにでもできる。 るよねそれはねそだけど若いまだ駆け出しの人たちにとって「お前どうするうちから出てってお前自分でやるよ」って言われたってさそれはなかなか厳しいよねって話はしたと思うんだけど、うんうん、でも一応もうマネジメント会社は辞めてエージェント会社になるんですって言ってたから、うん、あのー、つまり、えー、タレントにを過度に管理しない。うん ね、で、要するに、えっとまあ、今ほら、テレビ局がみんな一応ほら、自分たちで検証したじゃない、うん、ジャニーズに対して、忖度してたかっていう、うんで、それの力の源泉っていうのは、うん、ジャニーズ事務所がもう、二言目には、うんえ、そんなことするんだったらうちのあの、うちの子たち全員引き上げちゃうけど、うん、っていうのがあったわけですよ。 マネジメント契約なんですよエージェント契約変えるってわすごい大転換だなすごいなあれやんないの <laughs> <laughs> マネジメント契約も残すっていうんだったら別にだからそうなるとこうだよね正しい解釈としては、うん、基本マネジメント会社は続けるけれども、うんえー、まあ、あのー、どうしても出てきたい人は エージェント契約を結びます。よって言うこっちだよね。で、それになるとさ。うん、これ脅しですよ。踏み絵ですよ。結局、ねね、お,お前エージェント契約やってもええやで。うん。出来高が出てていてで、その代わりマネジメント契約で残りたやつは残れってさ。じゃ、うん、これ出て行きづらくなるじゃん。うん。みんなエージェント契約になりました。だったらまあしょうがないなって思ってで。移行期は混乱するけど。 そのタレント丸が抱えみたいな作手みたいなのは、うん、まあなくなるけど結局これジャニーズ事務所が踏みタレントに踏みを迫ってですよ。うん、であの前のまんまエージェント会社っていうのもまあエージェントしてる人もいるけどマネジメントもあるんだよねいやそう <laughs> これはなんかさらっと書いてるけど本当だったら大問題。うんだね、でさらにもう一個ですね SnowMan にはですね、あのー、こういうい目黒蓮さんっていう人もいてですねザリガニっていう会社なんか,なんかちょっと分かんないんですけど、うん、まあ続々個人会社作ってますという風にあるんですが、うん、このフラッシュの記事にですね11月23日旧ジャニーズ事務所スマイルアップの人気グループ SnowMan のラウールが個人事務所を立ち上げていたことが明らかになった会社名は株式会社ラウールとなっている。うん ラウルだけではなく、スノーマンはメンバーが次々と個人事務所を設立している。とここまで読むと、おー、じゃあスノーマンの子たちはすごいなと、みんな自主的に新しい挑戦をするんだと思うじゃないですか。で、その次にですね、書かれているのが、ラウルだけではなく、次々と、えー、やってると。で、安倍さん、安倍恭良平が、えー、アストローブラボ、えー、佐久間大輔さん、晴れの音。 えー、渡辺翔太 W それぞれ個性が光る名前となったぜで次全員会社の住所は旧ジャニーズ事務所のため11月中に新設されるエージェント会社と契約を結ぶとなっているうん会社の住所が「自分の個人事務所を作りました」え住所は旧ジャニーズ事務所です <laughs> これはただの目くらましじゃねえかよ <laughs> <ー>ってことはこれも <laughs> エージェント契約で個人事務所作りましたっていう人も実質的にはマネジメントなんですよねみたいな。っていう人もいればおそらくあのー、岡田准一さんとかオフィス2の作ってお姉さんがなんかホームページ作ってくれてるみたいなあのー、二宮さんとかまあそういう本当に独立者たちもいるんでしょうね。うんこれだから本当に力、まあ、力あるっていうか。うん あのー、有名どころでもう何十年もまあ一応ご奉公してきたと、うん、事務所に、うん、十分お金を事務所に渡してきたっていう人はさ、うん、まあこれを機会に独立するってことだねでもねこれタレントの、ね、活躍の場がね奪われるのが申し訳ないとかタレントが忍びないとかって言うんだったらこれは退職金 一旦今までありがとうを1人1億円出して自分らで起業しろと。で、そこの金でオフィス借りてホームページ立ち上げて社員雇えって。で、そうやるべきですよ。うん、で、なんでかって、まあそれまあ、例えばスノーマンだったら1億払ってもいいでしょ、今まで散々お金取ってきたんだったら。で、他の人でも500万でも1000万でも起業支援金出すんですよ。なんでかっていうとこれ別に 今所属しているスノーマンとかキンキキッズとかそういう人たちのミスでこの大問題起きてるんですか違いますよね創業者のジャニー喜多川がウルトラひどいことやってましたごめんなさいって話じゃないですか言ってみれば本当にえ、まあ、黙認していたという意味ではね、タレントの皆様も共犯関係にはあるけど別にタレントの皆さんが今何かやってたわけじゃないじゃないですか、まあ、シュークリーム投げたりさ ちゅっちゅしてたりとかなんかそれぐらいでしょ <laughs> ってことは社長経営人たちは、まあ、言ってみりゃ社員同然の人たちに経営人のミスでこんなご迷惑をおかけしているとすいませんとでもこの原点であるマネジメント契約はもうなしにします。代わりに急にまああのー、やめてね個人事務所作れって言われても困るだろうから。 1,000万とか5,000万とか、まあ、例えばキムタクだったら何億と払ってもいいと思うけどもお支払いしますよとそれで人を雇ってやってくださいと。うんっていうふうにやると、まあ、芸能界って義理と人情の世界だからあそこまでやってくれるんだったらまあ通貨でやってきた仲なんだしまたジャニーズ事務所とも優先的にエージェント契約しようをこれだったらすごく健全じゃないですか。うん だけどなんかそういうお金が支払われた様子もなくマネジメントかエージェントか選べでエージェントはおおそうやなお前いきなり言われても大変だからなおじゃあうちの会社で登記せってこれは <laughs> おかしいよどう考えてもこれ、まあ、同じこと起きるよこれまあだから本質的にはやはり変わらないのかっていうねうんそこでねそうよ うん、あのー、まあ、いきなり変わるのは難しいっていうのは分かる。わ、うんうん、かるんだけど、うん、でもやっぱり、このやり方だと、まあ、若い連中は結局は契約そのままなんだよね、うん、みたいな。で、さっき言ったみたい、さっき清水さんが言ったみたいに、えー、名前だけは会社は作ったけど、 住所はジャニーズ事務所のまんまだって言うんであればね。うん、まあ、はっきり言って、偽装、偽装なんだ。ここ偽装、えっ、ー、と、エージェント偽装エージェント会社じゃないか。いういうよくあるんだよ、こういうのは。そううだまあ、あるっちゃあるけどね。あのー、なんだろうな。例えば、まあ、ちょっと、 サイバーエージェントとかさ大きい会社とかが、えー、社員が起業しましたってどこであの会社作ったんですかサイバーエージェントの社内です住所もサイバーエージェントですみたいなあまあまあ最初はそんなもんやなみたいな、うん、でそういうのは本当の意味で起業したってわけじゃないと私はねあの思うんだけども、うん、いやでもそれはでも別にいいんですサイバーエージェントは別になんかあの創業者がなんか犯罪やったとかそういうことないじゃないですかでも今回は 創業者がウルトラ度級の犯罪やってましたでそれでタレントに迷惑をかけましたで厳選の一つがマネジメント契約抱え込みが問題でしただからエージェント会社にするんですで,で蓋開けてみたらマネジメントかエージェントか選べますでエージェントになってもお前ら大変だからここにトークしろってそねまあはっきり言って別にあんまり変わっ なあってね,ってっね<ー>感じでまあ結局あれなのかもしれないあのまああのー、なんていうのそれはその今今は過渡期だからっていう言い方もあるのかもしれないがまあそうね<だ>そ好意的に解釈すればそうですね。でそこはだから本来はちゃんとそういうふうに説明しなきゃいけないわけよね。 対外的にも、うん、そそだけど結局それをやあのー、もうとにかくこの1か月間社長はいないわ、うん、新社名は決まらないわ、うん、それで一体何やってんだって言ったら、うん、まあちょっととりあえずとにかく方針決まってないんで <laughs> マネージメントもとりあえず続けてるし、うんえー、もうあのー、とにかく。 あのどういう携帯の会社になるんだか、実はまだ決まってないんですみたいなね、うん、感じでやってるんだなっていう。ででちょっと不思議だよね。で、この方針が結局、まあ、あの新社長、俺なるよ、俺なるよ、<laughs> でほんまなるん、うん、って言ったら、福田さんの方針なのであれば、でこれ、あ東山さんはね、あ、あのー、エージェント契約やるっていうふうに言ったけど、やらなくなったでしょ、で新社会社になったんで、選択肢にしました。うん そゃ儲かる儲かるよ、そりゃだって今までのその利権をごっそり入ってくるわけだから、えでもそれ、改革じゃないんじゃないですかっていう。ね、うんまあ。まあな、その、まあ現場的に言えば、じゃあ若い連中がいきなりその自分で会社立ち上げて全部できるかってできるわけないわけだよね。うん あのー、そこはなんていうのある程度若い連中からもいやいやちょちょ,ちょ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 っと待ってと、うん、いきなりそのマネージャーマネーージャー引き上げられちゃって全部明日から全部お前がやれって言われたらできないよと、うん、まあそれはそうだ,だから気持ちはわかる、ね、だからまあそこはなんとかこのまま続けましょうよっていう声も当然出たとは思うまあだってえっとこのスノーマンのラウルさん2003年生まれですよおもさん、うん いベイビーでで、ま、ですすよよ、うん、まだ20歳だよ、うん、で、えー、と他のメンバーが、えー、1993年生まれ岩本さん1992年生まれ深澤さん渡辺翔太さんが1992年生まれ向井さん1994年生まれ阿部、えー、さん1993年生まれ、えー、目黒さんが1997年。 えー、なんて読むんだこれ宮舘さんが、えー、1993年佐久間さん百9 9 2年なんで、まあ、ラウルさんが一番若いんですねだけど小間さん1993年って何歳ですかうん30歳そうそうね私が百九9 3年は中学生かいやそういう時に「おぎゃー!」って生まれたちがもうお隣だって芸能人で活躍してるいか あれですねピュでもこういう子たちに特にラウールさんはいきなりね二十歳ですよお,お前個人事業のし個人事務所作れ起業しろ自分で事務所やとえあ事務員さんやとえ契約まで全部やれってじゃ無理かなそれはやっぱりさすがに厳しい、うん、でもまあ一応やるっていうことに彼はしたって でもそれが裏で全部ジャニーズ事務所丸がかりですって話になったらこうなんかいやいいんよだったら記者会見かあるいは公式発表で言わないとエージェント会社にするって言ってましたけどやっぱ無理っすわって言わんとねはうんそこはだからちゃんとさせるするべきだと思うんだよね、うん、いや別にさあのー なんていうの、えー、っとこれが別にジャニーズ事務所じゃなきゃいいのよ、別に対外的に発表しようがしまいがどうでもいいんだどうでもいいんだん、どうでもいいんだけど、ジャニーズ事務所っていうのは、やっぱりああいう問題を引き起こして、今こういう形になったわけで、やっぱりこう、社会に対する説明責任っていうのは、やっぱりどうしてもついて回るわけよ。うんうん、で それなのに、えーで、しかも記者会見では一度、もうマネジメント会社じゃなくなるんですって言ったわけなんでね、エージェント会社に移行しますっていうふうに言って、うん、おお、それは日本では珍しいよな、まあまあ、うん、でもそういうふうにやれば、あのー、要するに、えー、そういう。まあ改革する気あるんだなっていう感じですが、ね、改革する気はあると。うん それでしかもうん今までやってきたみたいなテレビ局への圧力とかね、うん、テレビ局だけじゃないまあメディアに対してずっと圧力をかけてきたその体質が変わるかもしれないねみたいなね、うん、やっぱりみんなそう思ったわけ特に業界関係者はねうん業界関係者まあプラスあのスポンサーたちもそう思ったはずです、うん、だけどパカッと上げてみたらえ<う>変わんないの <laughs> ねえ 全然だからそこもだから説明が必要なのよ。うん、いやこれは過渡期なんでもうしょうがないですと、うん。本当はまあそのやろうと思った時は12ヶ月で全部ガラガラポンにして今までの。うん、でエージェント契約に移行しようとしたんだけれども、うん、やっぱり若い人たちがいくらなんでもそれは無理だっていうことになりとかさ。うんうんうん そういう説明をやっぱりするすればいいんだけどうん、うん、その説明がないままにままにえっとこうやってこの何スポーツ新聞の中にパランパランパランと、えー、記事が出てきて、うん、でその記事の中になんかさも当然ないようマネジメント会社な続けていくみたいなね書いてあるっていうのはちょっと待って,てっとっそれはちょっとおかしくねえかっつ。えこのニュース もし日刊スポーツさんがあの、まあ、当然ジャニーズ事務所の人たちに確認して「いやマネジメントかねええシンツさ選ぼうかな」ってあの言ってんすよって言って「あそうなんすかふーん」って分かって、まあ、書いてるんだと思うんだけど、うん、やっぱりスポーツ記者ってもうずっとそれにどっぷりだからふーんで終わっちゃって重大なあの変更だということに気づいてないまんま あの実は特ダネなんだけどもポロリしちゃったっていうことがおそらく、あのー、今回の記事のポロリ特ダネ解説、うん、ねそれか単なる思い込みで書いた誤報、うん、いやでもそれはさすがに俺ないと思うんだよねまあスポーツ新聞はな半分のもうんていうの こたつ記事が多いいわけじゃない、うん、要するに、その事務所からこれ、発表しといてって言われて、うん、出された紙をそのまま発表してる場合も多いわけです、非常にそういうのが多い。うん、特にジャニーズ事務所とは、とスポーツ新聞って、もうそういう中だからね、うん、ずっとそういうふうにやってきたわけですよ。うん だから、こう、なんかジ、ジャニーズ、ジャニーズなんか、まあ、ジャニーズじゃないけども、うん、ジャニーズ Q じゃねえや、新会社に、なんかニュースニュースないですかって言ったら、うん、じゃあこれっつって、渡されてまた発表してるみたいな、う,ん、うん、っていう気もしないでもない。うん。うんで、つまり新会社は、まあ、なし崩し的に、 マネジメント会社辞めようかなと思ったけど、まあ、とりあえずまだあとしばらくは続けますみたいな。うん。うん、いや、これまあそういう感じなんじゃねえかとは思うが、とにかくやっぱり、その社長がいないとさ、うん、当たり前だと思うけど、<laughs> 社長がいて、一体どういう会社にしていくんだっていう、この説明がないとさ、うん なんかすごくこうあれだよねあのもうえっと何をしたいんだろうなこれからなっていう感じだよねなんかふわふわしててさ。<laughs> でこれあのうちらねいや何やってんのみたいな感じで言ってるけど現実問題としてあれだけの犯罪を犯した人がねあの責任反省中なのにもかかわらず発表がないっていうのは。 結構問題だと思いますよ。でそしてスノーマンのラウールさん20歳だよ。まさかそのあのジャニーキタガーと一緒に何かやったってことはないでしょう。ってことは年代じゃないじゃないですか。うん、ってことはスノーマン頑張ってたわけですよね普通に。にもかかわらずこうやって迷惑かかるわけですよ。でそのケツ拭うのは社長の役目だよでその社長いねえんだよ今。どうなっとんでこれっていう。<laughs> だからタレントに罪はないのっていうふうに言ってるジャニーオタの皆さんはあの、どちらかというと、スポンサーとかにね、あの我々とかに言う前に、どっちかっていうと、は、ま、い、あ、もうタレント守ったらんかいっていうふうに、ジャニーズ事務所突き上げた方がいいんですよ、これは。本当にタレントのことを思うんだったらね。 いいやいやまあそんなわけで、ちょっとねあの今日はあのぽろり特ダネ解説みたいな感じになっちゃったんですけどまあこれはちょっといくらなんでもねあの看過できないあの一文だったので本間さんと解説させていただきましたでそして本間さんと話をしているえ YouTube で反阪の本気のねあのジャニーズ問題の闇1万1000円なんですけどもあの12月4日こちらにも値上げをすることを発表いたしますねここで発表します。うん えで11月中には撮影して皆さんにお届けするという形になっておりますのでま安富さんの方も値上げになるんですがえ買いたい人 YouTube 説明欄に書いてありますのでお早めにどうぞということでえ今日も読書チャンネル登録といいねよろしくじゃあねー,ーはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですねえー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で本も広告がががされまませせんん皆様のがないいとと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。